ネイバー上にいるね。いや、いるのを確認して。どこだい、どこだい。よし、ここか。よし、ここまで逃げたら大丈夫だね。負けた？どこにいるかわからんくなるんだよね。ああ、隣の寝室と行き来するっぽいね。次は金持ちのお家のところかな。とりあえずこれじゃあセットして。バッテンがついてるぞ。危なかったら。時計？時計がハテナって出てる。なんだろうこれ。車のも先端につけるやつかな？あ、車の先端につけるやつだ、普通に。あ、このリングもなんかある。とりあえず安全領域に。とりあえず大体は分かったね。いやー、ずーっとエンコードが高負荷で作られてる。とりあえずこれゲットして。寝室の方もゲットして、こっからで。あと硬直状態があるんだね。ここに隠れてれば大丈夫でしょう。車をなんか直していけばいいのかな。とりあえず先頭に。大丈夫かな。ここにセットして。ネジ2つ目。ネジ？ああ、わかった。それで時計を見に行けばいいわけか。ではないもんね、時計。これか。これで、グリーンがもう一つあるわけか。いいの発見したじゃん。魚の頭。どこにある？下降りてったかな？変わる可能性が。よし、後ろから追ってきたね。とりあえず頭を置いて。 OK。 結構出口まで来るようになったね。で、ついでんだけど、おもり何の関係があったっけ？あ、もう動かす。消えた。ん？消えた？ああ。普通にこの中にあったんだ。じゃあ、時計にセットしていこうか。
で、これセットして。11時35分。で、まあ、ネイバー上かな？で、時計の時間は変わってないよね。おそらく11時35分だから、その時間入れれば大丈夫なはず。ああ、ついてくるね。下の方にいるかな。11時35。あら、カメラ。ん？あ、自分のカメラか。え？あ、鍵がついてないネイバーの入り口。ああ、屋根に吊るされてる鳥。何これ、コイン。お金を生み出す。てか全く暗くて分からない。自分のパソコンが悪いんだけどね。古代の呪い。金持ちの人のところ帰ってきたみたいだね。じゃあ会いに行ってあげましょうか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは